BET 伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位、デイビッド・ BET 海軍元帥が1919 19年に調されたことに始まる。初代伯、デイビッド・ BET 第一次世界大戦の主要な海戦を指揮した英国海軍提督、デイビッド・ BET は、大戦後の1919 19年5月1日に海軍元帥に昇進した。 同年10月18日には、連合王国貴族として、BT 伯爵、ウェックスフォード圏ウェックスフォードにおけるボロデール爵、レスター州、ブルックスビー及び、北海の BT 男爵に除された。二大伯デイビッドはペッカム選挙区選出の、庶民委員議員を務め、1945年のウィンストン・チャーチル内閣下では、航空政務次官に就任している。2019年現在、 その長男である三大白デイビッドが、元頭主である。爵位に係るモットーは、力ではなく、技術によって。元頭主である、第三代、BET 白爵デイビッド・ b t は、以下の爵位を有する。法定推定相続人は、元頭主の息子であるボロデール子爵シーン、デイビッド・ b t ありがとうございます。